こんにちは、山崎雅義です。畑基博さん、デビュー10周年おめでとうございます。私が選ぶ畑基博さんの、一曲はこれです。この世界観、それとですね、ちょっと幻想的な詩の世界、テンポ感、こういう曲どんどん書いてもらいたいなというふうに思っております。山崎雅義でした。